水道水復活物添加とは、フッ素の化合物を浄水道中に添加し、多数の住民を対象として、虫歯を予防する手法。北アメリカとオーストラリアでは、多くの自治体が安価な費用で効果を期待できるとの考えにより、水道水への復活物添加を実施している。アイルランドでは、国の法律で水道水フッ素化を義務付けている。2007年現在、 アメリカ合衆国住民の66%が、復化物を添加された、浄水道を供されている。フロリデーション、水道水復化物濃度調整、復化物濃度調整水、水道フッ素化、水道水フッ素添加、フッ素水道、水道水フッ素虫歯予防とも呼ばれる。2014年、日本高校衛生学会用語委員会は、ウォーターフラリーデジャン、 フラリーデシャンウォーターに対する薬例として、水道水復活物濃度調整、水道水フローリレーション、復活物濃度調整水を上げ、現代用いられていない薬例として、水道水復活物添加、水道水不素化を上げた。北米の水道局では、ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム等の復活物を0.7から 1.2ppm の濃度で添加している。これらの復活物は、 化学肥料や食品添加物の製造過程においてできる副産物であり、リン酸塩から脱フッ素化させて生成される。フッカナトリウム、モノフルオロリン酸ナトリウム、フッカ第一、スズ、フッカアミン等は一般的な歯磨き粉の材料として知られている。コロラド州のパイクス産フッカ物の,の歴史については、専門書に詳しいが、ここでは簡潔に記述する。 19世紀のヨーロッパにおいて、復化物が、腐食の予防に効果的であるという議論がなされていたが、水道水への復化物の添加は、司会のフレデリック・マッケイの研究に依拠するところが大きい。フレデリック・マッケイは、コロラド州において当時コロラド褐色斑と呼ばれる、コロラド地方の子供たちの間で見られた葉の茶色い、シミの調査に関わった。1909年に、 マッケーによって見られた2945人の子供の87.5%に茶色のシミや斑点が見られた。それらの子供たちはロッキー山脈のパイクス山の地域に住んでいる子供たちに限られていたという。茶色のシミがあり、見た目にも健全な歯には見えなかったが、茶色いシミのある歯をした子供たちは他の地域の白い歯をした子供たちよりも虫歯の 発生率が低かったという。グリーンバーディマンブラックがこのことに注目したことで、歯科医や歯科の専門家たちの間で、コロラド褐色斑に対して大きな関心が寄せられるようになった。コロラド褐色斑を調査したブラック医師と、マッケイ医師研究の初期段階では、歯の茶色いシミは、栄養失調や豚肉、牛乳の摂取型、ラジウム汚染、トーチで手に入る、 水のカルシウム不足等の仮説が唱えられた。1931年にはコロラド褐色斑の原因が当地で手に入る飲料水の復活物濃度にあることが明らかとなった。パイクス山周辺の岩石には氷彰石という復活物を含む物質が存在しており、雨や雪解け水が氷彰石の不素化合物を取り込みながら川を流れ、 飲料用水として取水されたと考えられている。その後、復化物濃度の安全基準に関する調査が開始された。この調査の目的は二つあり、一つは、パイクス山に住む住民のコロラド褐色範の発生を抑えることであり、もう一つが水道水に低濃度の復化物を加えて、多くの人々の虫歯予防に役立てることであった。トレンドリーディーンは、 1931年に、復化物の毒性の研究を始めたが、うっかりとしたことに、1950年までに虫歯予防効果を見つけてしまった。1934年に、米国公衆衛生局の司会官である、司会士トレンドリーリーンによって、飲料水における最適な復化物濃度を調べる、疫学研究が行われた。彼は、コロラド州、イリノイ州、 インディアナ州そしてオハイオ州などの21都市の7000名に上る子供を調査して、復化物と虫歯の関係を研究し、結果を1942年に公表した。それによると、歯の不素症を防ぎながら、一方で虫歯を予防できる、復化物の最適含有量は午後1時であると結論付けられた。1939年には、ジェラルド・コックス博士は、 復化物に関する研究を行い、校内衛生を向上させることを目的として、飲料水や牛乳、瓶詰め飲料水等に、復化物を添加することを提案した。1937年の段階ではすでに、アメリカ先住民族に対して行った、研究資料を分析した、司会師ヘンリー・クレインとキャロル・パーマーによって、復化物の摂取と虫歯の予防の可能性が予想されていた。 クレインは後に一連の研究において、米国公衆衛生局では、まだ重要視されていなかった、小児の葉の発生状の発見と、虫歯の有病割合の疫学調査における課題をまとめた。1940年代半ばには、復活物を実際に水道に添加している、都市としていない都市で比較が行われ、復活物の有効性が調査された。ミシガン州のマスキーゴンと グランドラピッツが一つ目の比較都市の組であり、その他に、ニューヨーク州キングストンとニューバーグ、イリノイ州、オークパークとエバンストン、カナダオンタリオ州、サーニアとブラントフォードが比較都市として組み合わされた。これらの比較調査の結果、復化物を添加した水道を供している都市において、虫歯の発生率が低くなるということが判明した。水道水復化物添加は、時折議論となる。 水道水復活物添加の指示者らは、水道水復活物添加は食塩を要素で強化すること、牛乳にビタミン D を添加すること、そしてオレンジジュースにビタミン C を添加することと同様のことであり、また虫歯を予防し、生涯にわたり、高校保健を向上する効果的方法であると主張している。これに反対するグループは、水道水復活物添加は健康にハノフス訴訟。 骨肉腫、骨粗症症といった害をもたらし、これらによる害は意図している恩恵より大きいと主張している。またある反対派は、復化物を上水道に添加することは、個人の摂取する物質の選択を奪う集団投薬であると主張している。復化物応用は、確かなエビデンスを持つ虫歯予防法である、現在の医学研究団体や歯科研究団体の見解をよそに、 水道水復活物添加には賛否両論の議論がある。公衆衛生機関の見解は水道水復活物添加を支持しており、例えば風は適切な量の水道水復活物添加や、復活物と風は虫歯の予防に多大な利益があるという見解を表明している。アメリカ合衆国のイム総監は次のように述べている。地域の飲料水を フッ素化することは地域において虫歯を予防するためのコストが安く効率が大きく公平であり安全な手段である。アメリカ疾病予防管理センター CDC は水道水フッ素化について次のように述べている。飲料水をフッ素化することは20世紀における公衆衛生上の10の偉大な業績のうちの一つである。地域の飲料水をフッ素化することは 過去60年以上にわたって虫歯の発生率を下げる主要な要因であり続けている。また CDG は多様なフッ素暴露を受けている状況では一般的に広範な人々を対象とする戦略として費用対効果は疑問であると報告している。アメリカ歯科医師会 ADA は次のように述べている。1950年よりアメリカ歯科医師会は 水道水フロリデーションは虫歯を防ぐための安全で効果的で必要な方法であるとして推奨している。米国では人口の60%以上の地域で水道水復活物添加が行われている。水道水復活物添加地域は毎年広がっている。カナダ医師会の定期検診対策班は水道水復活物添加は虫歯予防のための最も効果的で、 公平で、効率的な手段であるとしている。公衆衛生機関以外の見解は様々である。健康面への懸念、住民の合意が得られるのかという懸念、さらに、復化物を添加した水を飲まなくとも、通常の生活を送ることによって、復化物が取り込まれることから、復化物の添加を取りやめたり、添加をしないことを決めた自治体や政府もある。日本弁護士連合会は、 ADA は、リエスリスクが程度の個人に対しては、復活物の極小用による利益はおそらく得られないで、あろうとしている、と主張しているが、当該の出典は、ジャダに掲載された論文であり ADA の主張ではない。ADA は、次のように述べている、1950年により、アメリカ歯科医師会は、水道水フロリデーションは、虫歯を防ぐための、安全で、効果的で、 必要な方法であるとして推奨している。水道水復活物添加地域の人々が、水道水ではなく、ボトル詰めの水を利用することで、復活物の摂取量が少なくなる場合がある。近年、ボトル詰めの水が多く消費されることから、一部の歯科医師は、フッ素化合物の摂取量が少なくなってしまうと懸念を表明している。復活物を添加した。 ボトル詰めの飲料水も一部では販売されているものの、ほとんどのブランドには添加されておらず、また復活物の添加が施されているかどうかはラベルに記載されていないためである。よって、復活物を添加した水道水ではなく、ボトル詰め飲料を飲むことで、復活物の摂取期待値に達しない場合があるという。米国では、水道水復活物添加設備の不調がたびたび生じている。 おそらく、米国における最悪の事故は、1992年のアラスカ州、フーパー1にて生じたものであろう。水道水復活物添加装置の故障により大量の復活物が飲料水中に添加され、296人が中毒となり、1人が死亡した。これは、水道水復活物添加による復活物中毒が原因の最初の死亡報告例である。 現在、この事故の原因は解明されており、再発防止策として、水道水に復火物を添加する装置の電源系統に改善が施されている。したがって、現在のフロリデーションのシステムにおいて、同様の事故が再発する可能性は極めて低いと思われており、実際に、この1992年の事故以来、同様の事故は生じていない。 水道水復活物添加は大衆文化においても見られることがある。スタンリー・キューブリック監督は1964年の映画、博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのを止めて水爆を愛するようになったかにて、水道水復活物添加は共産主義者の陰謀であるという都市伝説を風刺している。映画、陰謀のセオリーでのメルギブソンのセリフには、 政府が水に復活物を入れるのは私たちの意思をそぐためだというものがある。1952年2月、復活物濃度 0.6mgL で京都市の山品上水道において実験的に開始された。フロリデーションは当初提示された計画期間より1年長く継続され、1965年2月に終了した。1967年、 三重県司会司会が中心となって、三重県、朝日町において1971年まで6、年半にわたり実施された。この事業は、地域の司会司会が、積極的にプロモーションを行って実現された。群馬県神楽に下仁田町にある下仁田町役場では、2000年代から、水道水復活物添加が、限定的に利用されている。二千十九年六月六日、 吉田学部政局長が厚生労働委員会にてフロリデーション、これは日本では行われておりませんと答弁している。我が国では各地に点在する在日米軍基地においてフロリデーションが実施されている。ありがとうございます。